はい、どうもこんにちは、アスラです。今回はね、ガード SPK がついにね、通信ショップに売り出されたということでね、そのことについてね、一つ超重要なね、注意点があるのでね、話していこうかなと思います。特にね、使おうかなって迷ってる方は聞いていただければと思います。じゃあね、まずね、全然使ってもいいと思う使い方についてね、話していこうかなと思うんですけど、まあね、おすすめの使い方としては、例えばね、これはもう全部厳選済みのモンスターなんですけど、例えばこのキラーパンサーの剣豪 SP をウルトラガード SP に変えたいとか、そういう時は全然使っていいというか、むしろね、すごいいい使い方だと思います。どういうことかっていうと、キラキラ厳選終わって系統図までね、しっかり作ってるとなると、多分3、4時間ぐらいはね、かかってると思うんですけど、その3、4時間をね、スキル組み直そうと思うと、無駄になっちゃうわけですよね。そのためにウルトラガード SP を使うと。それはすごいね、有用な使い方かなと思います。もちろん10万ゴールド集めるのも大変ですけどね。まあ、キラキラ厳選するよりも全然マシだと思います。じゃあね、あまりおすすめしない使い方は何かっていうと、例えば今から光の番人にスーパーガード積んだやつを作りたいとか、いうのであれば、もし新たに作りたいのであれば、それはスーパーガードをしっかりね、もう組み込んだ方がいいと思います。どういうことかっていうと、今卵がね、すごく緩和されてるので、そこでスーパーガードを拾ってきて、普通にスキルでね、つけた方が絶対早いと思います。10万ゴールド集めるのって、まあ、福袋周回とかするにしてもね、結構大変だと思うので、あくまで、このガード SP の通信ショップの10万ゴールドっていうのは、あくまで、スキルを組み替えたい時の保険としてね、何枚か持っておくのがいいかなと思います。まあ、3枚ずつぐらい持ってればね、安全ですよね。まあ、それだけで90万ゴールド。まあね、もちろんね、福袋倒す方が楽だっていう方もね、中にはいると思うので、そういう方はね、全然問題ないとは思うんですけど、まあ、卵探しとか慣れてる方であれば、まあ、基本的には卵探した方が早いと思うので、今めちゃくちゃ緩和されてるから。なので、そこだけ注意点かなと思います。はい。ってことで今回はね、ガード SPK 使う際の注意点のお話でした。まあね、俺もね、つい使いたくなっちゃうんですけどね、そこはぐっと我慢して。使わずにね、できれば卵を掘っていければと思っております。ということで今回の動画はこの辺で終わります。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバーイ。